この時間も録音しておかない？おお、つまり放課後ティータイムっていうのはな、今を生きる高校生のロックスピリッツを熱く激しく表現するロックバンドっつうかさ。いいこと言おうとしてるだろう。だって後に残るんだろうこれ。では部長のりっちゃん、あなたにとって放課後とは？そうだな、人生の無駄遣いかな。確かにな。本当ですよね。ちょっと聞いてみよう。やめてください。はい、みんなスタンバイ。いきなり？あ、待って待って。あ、そっか。ほい、入りました。よいしょ。いいか？いいよ。いいよ。いいです。はいはい。ワン、ツー。君を見てるといつもハートドキドキ。揺れる想いをマシュマロみたいにふわふわ。いつも頑張る。好きになるほどドリームないと切ない。
曲目ですよ。そうだっけ。よっ。はい、次カレー。カレーな。甘口で。カスカレーで。ラッキョウ好き。ラッキョウ。意味不明です。おい、行くぞ。はいはい。はいはいはい。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。
の顧問をしております。これは活動の記録というか青春の証とでも言いましょうか。きっと聞き返したら恥ずかしくなること間違いなしですが。へえ、ま、若いということは恥ずかしいことだらけですからね。いやーん、バカーン。そのリアクションがもう恥ずかしいですよ。そろそろ次の曲行こう。次、筆ペン。あー、ボーカルどうする？え？ああ、そうだね。おハクチ！あ、ごめん。いいよ、やっちゃおう。ああ、やっちゃおう。よし、行くぞ。ワン、ツー、スリー。
「まばたきの速さでケロリ」
べたい。次はハニースイート行くぞ。ハニーでスイート。これ終わったらお茶しよっか。ティータイム、ティータイム。喉は乾いたな。とりあえずもう一曲だけ撮りませんか。あずにゃんてば。これが終わったらティータイム。そろそろ A 面終わりじゃないか。もう一曲くらいいけるっしょ。いけますかね。大丈夫だよ、やってみよう。Bye.
再開します。再開します。はーい。次、ときめきシュガー。あ、待って待って、私のピックどこ？大丈夫。ワン、ツー、スリー、フォー。切なあなたにキャラメルソース、グラニュー糖にクラブシュガー。大切なあなたにキャラメルソース、メイプルハチミツワサンボン。あなたのためにキャラメルソース、私のハートもキャラメルソース。ちょっぴり焦げ付いちゃっても、あなたの火加減で美味しくなるの。愛恋のパティシエ、甘さ控えめなあなたに自家製のソースかけちゃおう。ずっと見てるのにあなたはなぜ気づかないの。味見したくなったら言って、ほっぺが落ちるよ。本当の気持ちはカスタードプリン、隠し味はときめきシュガー。本当の気持ちはカスタードプリン、黒蜜きびだとマヌカ。どうしてほろ苦いキャラメルソース、お砂糖を足したキャラメルソース、計量スプーンはないから、私のさじ加減で美味しくするの。アマトボパティシエ、あなたのこと思うだけでもう終わっちゃおうかよ。声かける予定はないの。とても甘い
話せばいいのかな。好きから始めていいかな。真雪踊った気持ちみたい。なんか嬉しいね。数えたらわかるかな。
リツ。ワン、ツー、リコピン。リコピンピン。何がそんなにおかしいんですか？リコピン、リコピン、ピン。やめて、やめて。テープが。はいはい、行くぞ。歌えないよ。私が俺で指が震えちゃう。もういいか。いいよ。行っちゃおう。ほかほかラーメン、うどん、お好み焼き、これこれ。だーすーい、かぶつとだーすーい、かぶつの夢な夢なコラボレーション。あつあつほかほか、ご飯はすごいよ、ないと困るよ、むしろご飯がおかずだよ。関西人ならやっぱりお好み焼き&ご飯。
秋山美代、中野あずさ、平沢ゆい、放課後ティータイムでした。